しょ。おお、入った。さあ行きましょう。流れが速いんでね、アイス向こうに投げなきゃいけないですね。落ちてる。おお、来てました。でかい。お、でかい。ついに来ました。大物です。おお。ほれ。ついに来ましたよ。おお、おお、来ました。でかいです。ほら、寄っとくないです。やりました。ついに。お。いや、流れが寄ってこないですね。おお、でかいでかいでかい。うわ、来ないですよ。詰めましょう。でかいでかいでかい。うわ、でかっ。めちゃんこでかいんじゃないんですか。ほれ、うわ、来ました。来い来い、そっちじゃない、そっちじゃない、こっち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 。おお、あ、だいぶ弱りましたね。よし、こっち上げましょう。こっち。縮めます。よし。うわ。こっち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 。よし。よし。
おれでっか。調理にやってありますよ。決めます。おぉ、よいしょ、おぉ入った、おぉでかっ、入りました。でっけ60。さあ逃がしてみましょう。はい、はい、ありがとう。やりました、うん、はい、今日の釣りはこれで終了です。さあ脈釣り9月最終日になります。最初は超スレスレポイントで小さいのが結構釣れましたけども、やはり大きいのは怯えて食いませんでしたけども、もう一つのポイント、そこはちょっと攻めにくいポイントなんですけれども、やはりでかいのが入ってました。いいポイントでルアーが通せないような場所、そういうところにすごいでかいやつが入ってます。これからはルアーマンがどんどん減ってきますので、一般的に入りやすいところでも、まあ、50、60というのが釣れますけれども、まだちょっと早い関係で、ルアーが通せないようなマニアックなポイント、そこにでかいのが入ってます。脈釣りであればそういったものも取っていけるということで、まあ、アベレージ大体そういうところでいけば50センチ前後、ちょっと大きくて60センチというようなサイズではないかなと思います。まだまだこれから暑い釣りが始まります。10月今年は水温が高い関係もありますので、多分11月になってからの方が
面白い釣りができるような気がします。そしてまたお会いしましょう。さよなら。なんか苔が生えてね、めっちゃめちゃ滑りますよこれ。危ない、危ない、危ない。皆さん気をつけてください。おっとっとっと、危ない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 。転倒してるとこだった。いや滑る滑る滑ります。